はい、はい、こんにちは。こんにちは。今日は、ライブじゃなくて、久々のプレミア配信してみようかな。久しぶりですね、はい、はい、ですので、動画がね、はい、まあ、動画に合わせて喋るっていうのが久しぶりで、これも久しぶりに見るなああこれ初めて動画、今はなきドローン飛ばした時の、はい、クワイ川ね、はい、カンチャナブリの、うん、ね、なんでこの動画かっていうのは、まあおいおいちょっと分かりますけど、まあせっかくなんでこの時の動画、見てもらおうかなと思ってくっつけましたけど、まあこのクワイ川に沿ってね、こうあった、もうヒントがここに出てるんだけど、なるほど、それにちなんだものを今日ご紹介 しようと思って、なるほど、画像や動画こう、集めてた時に、まあ、この枝懐かしい、はい、これも一緒に見てもらおうかなと思ってね。いいですね。まずはここから、いやカンチナブリいいね、ここ本当に良かったな、素敵な宿、なんかありふれた言葉だけど、また行きたいなって思うよね、見ちゃうと。そうですね、早く行きたいですね。はい、天気良かったな。まあずっと天気、そうなんだ、良かったですね。あんまりね、雨が降る時ないんで、行くと。そうですね。なんでなんか、まあバンコクではちょこちょこ降ったりしてましたけど、こっちの方来た時はなかったですね。いい景色だね。ドローンってやっぱりいいね。そうですね。でね、はい、まあここなんですけど、はいはいはい、まあ、どうしても向こうに目がいっちゃうけど、手前の方にこう川沿いにね、はい、あるものが今からご紹介する宝石の、まあ、ちなんだものなんですけど、なんだろうな、まあ勝浦でもちょっとご紹介したんですけど、今日はピックアップっていう感じね、はいはい、ピックアップのご紹介みたいな感じで、それの特集みたいな感じでいければと思ってます。ああ、わかりました。まあこの辺のこう浮かんでるものたちももうそういうことか、ヒントなんだけど。なるほど、はい、浮かんでるって言ってもこのワニじゃないよ。ワニ浮かんでたらすごい宝石ですねああ、このお姉さん懐かしい、はい、まあそろそろ終わりますから、はい、動画は、わ、10バーツバー、これ次行った時は絶対インチキだらけ、行こう、インチキだらけああ、はい、懐かしい。まあ動画はここまでね、はいはい、でまあこれなんですよ、要はお見せしたかったの、綺麗な写真、まあ睡蓮ね、ハスの花、花も咲いての葉っぱ、うん、まあリリーパッドですね。なるほど、はい、ご紹介しましたね。そうなんですよ、うん、だからこのリリーパッド、はい、わあというと、まあ、ペリドットですね、ご紹介した、で、まあ、ちなみにね、リリパッドってなんだって思って、まあ、宝石用語かなと思ってたら、実はね、バス釣り、こうやっぱりここに魚が隠れやすくて、バス釣りとかのこうポイントとかになってるらしいんだよね。じゃあここに向かってルアーをこう投げ込むところなんですね。だからこう浮遊植物が水面を覆ってる場所のことをリリーパッドっていうらしいんで。ああ、じゃあまさにこの今まさにこんな感じですね。なるほど。だから釣りやってる人が行ったんですかね、ペリドット見て。まあね、だからそういう、そっちの世界でもそういう用語があったみたいで、はい、でまあこの勝浦から帰ってきて、はい、市川で太陽光撮影してみた動画を、と、はいはいはい、あとあ、ね、一眼レフでの撮影っていうスライドショーも加えてるんで、ああそうなんですね、まあ、そういうのも見てもらおうと、まあこの辺が虹がすごいですね、まあ、さっきもすごかったけど、はい、本当でもハスの葉っぱみたい、うわ、そういうことなんですよ、本当にハスの葉っぱみたいですね。うん、ライブだけだとちょっとここまで見せられなかったんで、わお、改めて撮影し直して、素晴らしいですねっていうのをこう動画とスライドショー、混ぜながら行こうかなと。いい写真ですね、とにかくね、はい、太陽光当ててる時のこう動画が出ますけど、はい、なんとも言えないこのオイリーな輝きっていうのかね、うわー綺麗、
本当にハスの葉っぱみたいなのがいっぱい、まさしくだよね、うん、でまあペリドット特有のインクルージョンね、はい、うんうん、まああのフラクチャーインクルージョンっていう感じなんですけど、フラクチャーインクルージョン、はい、へえ、まあ、フラクチャーっていうのはその、うん、壁界まではいかないけど、うんうんうん、まあ、内部亀裂、はい、なんですよね。ああ、フローライトとかでより見られるよね。あれは壁界も入ってるから、うんうん、一概にフラクチャーと言えないけど、なるほど、ペリドットの場合はこういう風に部分的にこうフラクチャーインクルージョンがこうなって断面でこう虹に光るっていう感じですよね。そういうことなんです、ね、はい、なるほど。まあこういう動画の時はね、うん、こういう説明もちょこちょこ入れやすいんで、はいはい、そういうことですね。ライフだとどうしても余計なことばっかり喋ってて余計なことばっかりだからね、まあ、ちょっとこういったうんちくも少し入れながら、はい、改めてピックアップとして見ていただきたいなと思ってですね、うんうん、まあ、今後もこういうのを、うん、まあ、どれくらいかのペースかまだ分かんないですけど、はい、ライブばっかりじゃなくて、うん、ピックアップ商品として、はい、作品としてご紹介していこうかなという、うん、まあ、最初の試みですけども、いいですね、はい、うんうん、で、まあ、うんうん、あ、ごめん、はいはい、こちらは、まあ、レイちゃんのね、うん、作品の 4.24、はい、になりますけれども、うん、はい、はい、トリリアントでね、ペリドットって、はい、まあ、本当にクリーンな石もあれば、うん、こういう風に特徴的なのもあれば、うん、中にはね、はい、まあ、黒い結晶鉱物がこう入ってて、まあ、ダークスポットとかって言う人もいるんだろうけど、まあ、要は黒いインクルージョンがチップ状にこう入ってたりするから、はいはいはい、チップ状に入ったりするんですね、はい、もうよく点々になってたりとか、うーん、ドーンと入っちゃったりもするんだけど、なるほど、まあ、そういう場合っていうのは一般的には価値が下がるとされちゃうけど、はいはいはい、まあ僕はそれも一つね個性だからいいかなとは思うんだけど、うん、はい、ただこのリリーパッドに関してはもう欠点とかどころか、うん、もう、うん、特徴全開みたいな感じだな。そうですね、だからまあ本当これは、うん、あ、よくぞこのテーブルに広がる、はいはい、まあ、レイちゃんがうまく仕上げてくれたなって感じですね、うん、まあ、これがオイリーな感じがしない、うん、光り方がオイルっぽいですね。そうですね、すごいな、なんか影もすごいなこれね、すっげえ風が強い日だったんで怖くてかなりもう床に近づけてやってますけど、かえって反射が良かったかもしれない。反射が面白いですね、はい、これはリリーパッドの影も出てそうな、うん、でまあこういった感じでね、うん、まあ本当にペリ、うん、まあ、ペリっていうのはまあ改めてすごいなと、はい、いうのを感じる部分ですね。うん、うんうんうん、まあ、本当過酷な、はい、生成される時は本当に過酷な条件で作られるわけで、うん、はい、まあ地球のマントルっていうんだっけね、あ、うんうんうん、それのすごい奥深くでこう作られて、そうなんです、ね、溶岩とともにこう出てきて年月経ってこう冷え固まって、うん、はい、まあ運び出されてきたものが、うん、こういうわけで、なるほど、その中にはこういうきらめきがあってとか、レイちゃんがこう仕上げてとかって本当にロマンが、うん、あ、感じられる、想像が膨らみますね。膨らみますね。わあ、青空に映える緑。ちなみに中にはね、うん、隕石によって運び込まれたペリドットっていうのもあるんですよ。へえ、まあ、それをパラスティックペリドットとかパラサイトペリドットとかって呼んだりするんですけど、あ、そうなんですね。すごい稀だけど、うんうん、それくらいなんていうの、うん、ペリって一言じゃ語れないものすごい魅力を含んでる鉱物なんですよね、うん、実はね。オリビンですよね、だからね。オリビン、うん、観覧石というのかな、うんうん、わあ、あ、手でもいいですね。いいですね、うん、まあ言わずと知れた8月のペリド、あ、誕生石ですね、はい、うん、まあ余談ですけど、はい、8月の誕生石って実はスピネルモなんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ、知らなかった、はい、まあ、あとサードニクスもそうだったかな。サードニクス、はい、まあ、ちょっとサードニクスはあんまり詳しくないんですけど、うんうんうん、3個ぐらいあったと思う、ね、まあ、それの代表として8月の誕生石ペリドットみたいなので有名ですけど、うんうん、なるほど。まあとにかくね、これは撮影しててキリがない、はい、
切りなし、切りないよ本当に面白いショットが撮れすぎるそう、光ってもいいし、いいですね、はい、光らなくてもいいし、うん、あ、こんな感じでにじみ出るんですね。そう、これ今完全に日陰ですからね。うん、日陰だとよりこうなんかこう出るんだよね、出ますよね、奥行きも含めて、うん、だからまあライブで、はい、普通にご紹介してたものだけじゃどうしても物足りなかった面があったんで、うん、はい、まあこれを機にね、うん、ライブからの脱却もしたかったのがあったから、うんうんうん、ちょっとこういうご紹介の仕方を今日はプレミア配信でやってみようと思ってですね、うん、なるほど。なんか久しぶりに撮影したよこうやっていやーすごい綺麗です。またどんどん写真撮って、うん、なんかウェブサイトも今ライブの写真抜いたりしてますけど、うん、やっぱりこういう綺麗な写真で、そうですね、こうバッとなってるのもまた、はい、こう楽しいかなと。そうですね、うん、ちょっといろいろまたチャレンジしてみようかなと思いますけど、うん、まあそれにしても、はい、シャッター切るとこ切るとこがもう本当にいい表情してくれるんだもう最高ですねこういう一緒楽しいでしょうね、楽しい、うん、いやだから本当にあのハスの葉っぱ、うん、はい、いろんなとこから、うんうん、こう確認してもらえると思うんで、うん、まあ、そのためにあのねドローン動画からなんであれからなのかな、始めてみましたけど、懐かしいなとは思ったけど、はい、そういうことだったですね。そうなんですよ。いやー、ナイスショット、これこそクシッって感じですね。うん、もうほんとピントのちょっとしたズレだけでも、うん、奥のリリーパッドや手前のリリーパッドの浮かび方が全然変わってくるから。なるほど、これなんかこの上の虹のやつに焦点合ってる、これはパンジーみたいな、うん、あ、横から見た時はこういう風に存在してるってことですね、そうですね、リリーパッドが、はい、いやーいいですね、うん、フォーカス、ね、まさにフォーカスって感じですね、はい。まあ、だからこういったね、うん、本当作品、はい、まあ、全部そうなんですけど、うん、特にこうピックアップフォーカスしたいものっていうのは、うん、はい、こういったシリーズで、うんうん、まあ、イルモが聞き手になってもらいながら、はい、あの少しは真面目に説明しようかな。少しは真面目にいつも別にふざけてるわけでもないですけど、はい、まあ、なんかこういったものを少しずつ増やしてみようかなとも思ってます、うん、はい、まあ、ライブでこういうことやってもいいでしょうしね、うん、こういうプレミア動画もいいと思うし、はい、いろんな形でちょっとまたフレッシュな発信をしていきましょう、うん、そうですね、はい、もう本当すいません、同じように見えるかもしれないけど、うん、全部違うから画像が、あ、全部違うカットなんですね、はい、全部違うんで、いや見れます見れます、はい、すごい、だからまあ、まあ、このコメントはね、うん、音声消してもらっても構わないですけど、はい、本当にこの画像を見てもらうだけでも楽しんでもらえそうな気がしますので、うんうん、はい、いやナイス、うん、まあ、ちなみにペリドットの産地っていうのは本当にね、はい、いろいろあるんですけど、うん、代表的なミャンマーとかね、うんうん、中国、はい、パキスタン、まあ、これパキスタンペリですけども、うん、まあ、タンザニア、ベトナムとか、あとアメリカね、うーん、だからまあいろいろありますけど、はい、本当にこの、うん、うちが最近紹介させてもらってるパキスタンペリの良さが本当に全開に出てますので、うん、はい、なるほど、プラスこのオイリーな、うん、あー、輝きですね、うん、リリーパッドによる輝き楽しいですね。絵画だ、絵画みたい。まあ本当産地産地の特徴っていうのもあるんで、うん、まあそういったものもこれから見せていければいいなっていうのはありますけど。いいですね、これ撮影も。もうインクルージョンだけ綺麗に見せるっていうのも。そうですね。なかなかライブではこういったことはそう、ね、できなかったですからね。うん、これはまた。すごく幅が広がったなっていう感じが一気にしました。なんか気になるの結構ありますもんね。あります、まだまだあるから、まあ
いいタイミングで、そうですね、こういった試みはまたしてほしいです。はい、またやってみましょう。お願いします。まあこんな感じで、はい、今回の動画そろそろ終わりになりますけれども、うん、はい、はい、ライブに比べれば、うん、あっという間に終わってしまって皆さんもう終わりかっていう声がなんか聞こえてきそうなんだけどだけどまあ本当にあの、うん、はい、要点をこう詰めてね、うん、本当にこれはもうリリーパッドにフォーカスした、はい、回ということで、はい、勘弁していてご勘弁いただければと思うんですけど、はい、自分でもちょっとね、うん、こうやって見ながら、うん、あーって思うとこあるんで、本当に皆さんも楽しんでいただけたら何よりなんですけどね、うんうん、はい、じゃあまあこちらはですね、はい、プレミア配信なので、うん、終了となるとブツッと切れちゃうので、そうですね、はい、うんうん、まあ、この辺のスライドショーを少しこう見ていただきながら、はい、こうお別れしようかなと思います。なるほど。その間チャットをね、うん、やっていただいたりなんだりで、うん、あと3分から5分ぐらいスライドショー、はいはいはい、これありますので、うんうん、もう一回りこう見ていただきながら、あ、そういうことですね、はい、で僕たちのコメントは以上ということで、わ、はい、かりました、はい、ではでは、はい、ではまた、はい、次の動画かライブでお会いしましょう。ではでは、はい、ではでは、ではでは、ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。短短